じゃあ目黒区の自律神経救世主久松です。今回はですね、テレビの見過ぎに気をつけてということについてお話しさせていただきます。ご覧になっている皆様もですね、子供の頃、親御さんにテレビ見過ぎるとバカになるよと言われたことあるかもしれません。テレビをね、見てると楽しいんですけども、見過ぎてしまうと、頭と体に影響を起こしてしまうことがあります。どういうことか。テレビを見ている間っていうのは脳は受け身状態になります。ですから思考、認識、会話、記憶といった高度の脳内ネットワークが停止してしまいます。ですから脳に対して休ませるというよりも脳が逆にだらけてしまう、そういった形になってしまいます。あともう一つ、見てる間に運動不足になります。ずっとね、座って見てることが多いと思うんですよね。そうなることによって無意識に物を食べてしまう。しかもね、カロリーが高いものとか甘いものとかね、食べてしまうこと多い傾向になります。そうなると肥満になる。あとは動かない、座りっぱなしになるということによる、体への影響というのはあります。一日3時間をこう、確かテレビの視聴時間が超えてくると、糖尿病、高血圧、動脈硬化、そして記憶力低下のリスクが高まっていきます。ですから、あまり見すぎないように気をつけるのと、テレビ見てる合間に少し体を動かすようにしてみてください。あと、外国、オーストラリアの研究では、テレビを1時間見ることにより、寿命が22分縮まるという、研究結果も出ております。ですから、テレビ見るのはね、それが必ずしも害悪ではないですけども、あまり見すぎる。そして、見てる間で体を動かして止まってしまうっていうのが非常によろしくないので、うまくその辺を考えながら、テレビ楽しくご覧になってみてください。またこれをご覧の方でですね、自律神経の症状や、またはその他の体の症状でお困りの場合、当院があなたのお役に立ちます。もし、お困りの方、興味がある方、真剣な方は、電話でもメールでも LINE でも私の方に、ご相談ください。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。